天皇皇后両陛下、今の上皇様、上皇后様が車から降りてこられました。ここは国立科学博物館、1997年9月に不思議大陸南極点を視察された時の様子です。お二人は日本初の南極観測隊で犬ぞり隊として活躍したカラフト犬の白星に足を止められました。 第二次観測隊が越冬を断念し、撤収するときに置き去りにされた15匹のうち、その後の1年間を生き抜いたタロ・ジロの白星です。全身黒く長い毛で覆われ、体重は30キロを超えます。2匹は兄弟で、足の先が白いのがジロです。2匹が生きていたことは大きなニュースになり、 南極観測の歴史の中でも最も知られたエピソードになりました1959年1月第三次観測隊が南極に到着したときそこに2匹のカラフト犬が現れましたそれがタロとジロです1957年2月第一次観測隊に連れられて南極に渡ったのはカラフト犬22匹オスのミケネコ1匹 そしてカナリア2羽でしたうちタロジロラカラフト犬19匹猫とカナリアが越冬しますしかし次の第二次観測隊は最氷線ソウヤが氷に阻まれて動けなくなり越冬を断念1958年2月にカラフト犬15匹が鎖につながれたまま置き去りにされました 翌1959年1月14日、第3次観測隊が昭和基地を訪れると、13匹は死んだり行方がわからなくなったりしていましたが、若い太郎二郎の2匹が生きているのを発見、日本中が沸きました。太郎二郎はその後も南極にとどまり、後からやってきた他の犬たちと共に、ソリを引く犬としてよりはペットとして、 歴代の観測隊員たちの心を癒します。三時帯では五匹、四時帯では十七匹の犬が南極で暮らしました。ジローは1960年7月に南極で病死、4歳6ヶ月でした。 そして太郎は1961年5月に日本に帰ってきます。当時、南極観測隊の帰還といえば一大イベントでした。大勢の人々が大歓迎で出迎える中にも、観測隊員は真面目な顔で故郷の土を踏みます。報道カメラに出迎えられ囲まれた太郎。 遅刻後の太郎は北海道大学の植物園で暮らして1961年5月に昭和天皇・皇順皇后両陛下と対面します1963年5月には宗谷の乗組員とも再会します カラフト犬は1962年の第6次隊が昭和基地を一旦閉鎖するまで南極観測に用いられますが、その後南極観測が再開されても純粋のカラフト犬が同行することはありませんでした。そして1970年頃にはほとんど姿が見られなくなりました。太郎はその後も北大で暮らし、1970年8月に。 老衰でこの世を去りました14歳7ヶ月人間でいえば90歳の大陽嬢でした再び1997年お二人の結婚が正式に決まったのは1958年11月27日そして一般の結納にあたる納祭の儀が行われたのが翌1959年の1月14日でした そう、タロとジロの生存が確認された日です。両陛下とタロジロの不思議な絵に師です。